第一中間宿主は大河川の河口の寄水域の、干潟の底線より、上の沿線湿地の泥の上に生息する、川山椒科の微小な巻き貝である虫宿り川山椒、と、吉田川山椒、札枕色川山椒が記録されており、実験的には、見入り貝にもよく感染する。第二中間宿主はやはり寄水域のカニである、黒弁形ニと弁形ニの2種の感染率が高く、 他に近畿な赤手ガニ、アシハラガニ、ハマガニなどにも感染する。収縮種はドブネズミ、犬、タヌキ、イタチ、イノシシ、ブタなど。中卵は収縮種の肺から核炭と共に排出されて、気管、消化管を経て、糞便とと共に排出、あるいは口から核炭と共に排出される。中卵は、水中で発育して、ミラシジウムとなり、ミラシジウムは、 第一中間宿主である川山昇科の巻き貝の体表から侵入し、体内でスポロシストに変態。スポロシストは体内の肺細胞が発育したレジアを生み、レジアは同様にセルカリアを生む。奇水域の干潟の泥状に生息する第一中間宿主が降雨などで水に浸されると、体内からセルカリアが脱出して、 第二中間宿主であるカニの関節部の体表から侵入することで体内へ移行し、セルカリアからメタセルカリアへと発育する。収縮種がカニ類を摂取することにより、収縮種の小腸へ移行し、小腸で脱脳、腹壁を先行して、強行を経て肺に移動し、ペアを形成して虫脳を作る。人で成虫が、 肺に寄生を完了した確実な例は知られていないが、陽性が、ヒカに感染したと、おぼしき症例、イノシシの生肉を食べた後に、胸水の貯留と、抗酸玉数の著しい増加が見られて、血清学的に、太平肺球中の寄生例ではないかと疑われた症例が知られている。分布域は、日本国内では、熊本県、鹿児島県、宮崎県、三重県、兵庫県、 千葉県、石川県、愛知県、静岡県、京都府、高知県の各県の大河川の川口付近が知られており、国外では、洋子港川口に見られる。ありがとうございます。